JAF のパレードは秋の全国交通安全運動に合わせて毎年行われています。札幌豊平区の JAF 札幌支部で開会式が行われた後、札幌中心部に向けてパレードが行われました。今年はレッカー車やサービスカーに加え、全国に1台しかない大型四輪駆動車メガクルーザーのサービスカーも参加し、道行く市民やドライバーに交通安全を呼びかけました。秋の全国交通安全運動は今月30日までです。